両チーム大きな拍手を送りください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、アウェーだったんですけど、こうやって 3-0 でまず勝つことができて本当に良かったと思います。ありがとうございます。さあ今日の試合ですが、一人一人が仲間の期待に応えるプレーで活躍される姿が印象的でした。試合を終えて今の気持ちを教えてください。そうですね、今週は特にディフェンスの面でチーム全員ですごいボールがつながってた印象があるので、まあ、本当にチーム全員で一つになって勝ち切ることができたなと思います。ありがとうございます。さあ残る試合もあと残りわずかですが、チーム間で心がけていること、また残る試合チームのどういったところを見ていただきたいですか？まあ、本当に相手がどこであれ一戦一戦自分たちがやるべきことをしっかりやるっていうことを、まあ、チームとしてもすごい意識していると思うので、まあ、あと2週間、4試合自分たちらしいバレーができるように、まあ、目の前の1試合に集中してこれからも頑張っていきたいと思います。そして本日も多くのファンの方が会場に足を運んでくれました。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、本日は応援ありがとうございました。まあ、リーグも残り少ないですが、たくさんのお客さんの前で、自分たちがプレーできるこう喜びをかみしめながら自分たちも頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。以上パナソニックパンサーズ15番大塚孝則選手にお話を伺いました。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。